どうもこんにちは、シーモです。アズです。さあ、我々ね、コラボレーションアルバム、作りました。2月3日発売の The Same As You、どんなアルバムですか？こちらはですね、もう本当にバラエティに富んだアルバムになっておりまして、もう笑いあり、涙あり、エロありということで、もう基本このエロがですね、一番強いアルバムになってるんです。エロが目立ちますね。だいぶ目立ちますね、我々ながらではね。でもシモさんとアズじゃないとできないような楽曲がたくさん入っておりますので、そうな、ギリギリアウトな曲があるという、そうですね、放送ちょっとっていうところもあるんですけど、ちゃんとかけれる曲もありますから、いいラブソングとかもありますから、たくさんありますので、ぜひ皆さんゲットしていただきたいと思うんですが、そのアルバムを引っ提げてですね、2月の13日土曜日、ドラムロゴスにて、我々ツーマンライブ、そうです、初のツーマンライブ、そうです。これただこれツーマンライブ、ただのツーマンじゃなくて、シーモ1時間、アズ1時間とかじゃなくて、ちょっとなんかやっぱりこう我々ならではの、そうです、こういうアルバム持ってますから、引き下げてますから、もういっぱいありますからね、一緒に歌ってる曲、本当にそういうなんかこうやっぱコラボレーション感のあるようなライブしたいなと思ってますし、で、アズさん的にはこうね、くねくねタイムとかね、くねくねタイム入れますもん、くねくね、あ、入れますね、アズさんがね、じゃあパコパコタイム、パコパコタイム、パコパコタイム、僕は捕まるかもしれません、大丈夫ですよ、アズさん大丈夫かもしれません、大丈夫、アズさんも捕まりますから、大丈夫です、大丈夫です、ね、ドラムロックス終わった後にもう大喜びですから、お客さんは、まあお客さん喜ぶでしょうね、あとも2人して捕まればいいかな、まあ大丈夫です、楽しいライブにしたいなと思いますので、ぜひ2月の13日土曜日、ドラムロゴスに遊びに来てください。というわけで、はい、シーモでした。アズでした。